ピンクの品種。インドプネーで撮影インド素系は、インド素系族に属する、落葉樹である。俗名からプルメリアとも呼ばれる。原産地は、中米であるが、亜熱帯、熱帯で広く栽培されている。樹高、木幅ともに7、8メートル程度になり、夏から秋にかけて白い方向のある花をつける。1753年、カール・フォン・リンネにより、 スピーシーズ・プラントラムの中で記載された。種商名は、ラテン語で赤を意味する、ラバーに由来する。アクミナータ・キュティフォーリアルティアという種商名も使われるが、現在では無効とされる。オーストラリアではフランジェパニーと呼ばれるが、米国では、俗名のプルメリアが用いられる。レッド・フランジェパニー、コモン・フランジェパニー、テンプル・ツリーという別称もある。 ハワイでは、メリアと呼ばれる。フランジェパニーは、この花の香りのする香水を発明した、16世紀のイタリアの公爵に由来する。インド南部、西部では、チャンパチャファチャンピネなどと呼ばれる。カンボジアでは、チャンピクレインや M クレイムは、赤、を意味するチャンピ SLK スルッチ、またはフランス語に由来するフランジェパンアアフルール、ルーナスと呼ばれる。 樹高に8メートル、幅も同じくらいに成長する低木である。多肉質の茎、太く短い枝を持ち、樹皮は灰色。枝は、やや脆く、折れた断面からは、皮膚を刺激する白い樹液が滲み出す。葉は、長さ30から50センチメートルに達し、枝の先端に誤生し、冬には落葉する。花は夏に咲き、いただき生する。花弁は5枚で、白。 中心はピンクから黄色に染まる。非常に強い方向がある。つぼみは螺旋状で、花の直径は5から7.5センチメートル。ごく稀に17.5センチメートル程度の鞘に包まれた20から60個の翼花をつける。メキシコ、中米、南米北部に自然分布する。熱帯域で広く栽培され、インドでは一部が野生化しているとみられる。 サビ病に侵された葉。フォトバイ、サム・フレーザー・スミス全世界の熱帯、亜熱帯域で栽培される。例えば、オーストラリアでは、シドニー・パースや、暖かく霜の降りない北部で広く栽培される。米国では、USDA ・ハーディノス・ゾーンズが10バイト以上の場所でのみ生育でき、これは、本土では、カリフォルニア・フロリダの南端のみである。ハワイでは、 標高2000メートルでも生育する。土壌は特に選ばず、酸性でも塩基性でも、砂質でも粘土質でも生育できる。苗が利用できるほか、陶器に採取し、乾燥させた枝を用いたし木によっても増やすことができる。庭園、街路、公園のほか、寺院や墓地にも植えられる。プルメリアア・ブトゥースサトの交雑種も栽培される。これは、 葉が丸みを帯びており、落葉性が低い。ハワイでは花の中心が黄色い栽培品種、シンガポールが通年栽培される。ハワイでは重要な花器であり、2005年には1400万本を超える花が例として用いられた。カンボジアでは他のインドソ継続の種とともに備え物として用いる。葉は傷の治療に用いたり、 鎮静効果のある戦時薬として用いる。サビ病菌の一種コリアスポーリアムプラムライが若葉に感染し、プルメリアラスト、フランジェパニーラストと呼ばれるサビ病を引き起こす。これはハワイオーストラリアから報告されており、感染した歯には茶大害の粉状の反転、膜が形成される。これは1902年、フランスの菌類学者、ナルシステオフィル・パトゥイラールによって、 グアドループで発見されたもので2005年には台湾でも発生している。ありがとうございます。